ってますよ、今回ってます。じゃあ行きます。はい、はい、ということで皆さんこんにちは。今回、MRO の公式 YouTube を担当することになったミダラナカメラマン、カメラ今ミダラナカメラマン見る皆さんこんにちは。今回 MRO の公式チャンネルを担当することになりました見習いカメラマンの上出良介です。お願いします。でそしてもう一人共演していただく方がこちらです。こんにちは、山岸杏です。お願いします。よろしくお願いします。ていうかよく出演してくれましたね。いやもうだって制作スタッフでかい柄のやつと社畜のディレクターだけっすよ。楽しそうだなって思って。チャンネル名は花よりバーボンですバーボンってどういう意味ですか？いやバーボンは、お酒の名前です。あ、はいはい、では早速ですが花よりバーボン、今日からオンエアです。スタート。今回新たに始まった MRO 公式 YouTube チャンネル花よりバーボン。このチャンネルは夢なし、趣味なし、彼女なしという135キロの見習いカメラマン上出くんが美女たちと石川県を巡って人生の楽しみを見つけていくチャンネルです。下品じゃなければ何をやってもいい、とにかく再生数を稼げというちょっと下品な発注を受けて135キロの上出くんが美女たちと石川県を巡っていきます。花よりバーボンシャープ1上出プレゼンツ金沢おもてなしツアーです。楽しい。いや絶対思ってないじゃん。いや金沢あんまり観光したことないんで。あそうなんです。楽しみです。普通に金沢おもてなしツアーロール1ゆるゆる散歩で打ち解けようということです。ロール1って何ですか？ロール…いやロール1かと思いました。ロール1じゃなくてロール1なんですけど、実はちょっと予算の都合で今回3本撮りです。はい、なんでよろしくお願いします。お願いします。上出くん、はい、カメラ回すのあれなの？やったことある？いやいや初っす初っす。見習いどころか初心者じゃねえかってなるじゃないですか。カメラマンデビュー。行くってどこか。あ、ここか。おお、おお、あぶねえ。あ、回りました。回った？すげえ。あ、うん、めっちゃ綺麗に映ってる。やべえ。何でしたっけ？全然忘れちゃいました。あのさ、はい。あの YouTube やることになったじゃん。あ、そうですね。申し訳ないんだけどさ、上出くんだけじゃさ、ちょっと絵面が。やばいんじゃないかったな。いやそれはそうですよね。もう一人大学3年生のあんちゃんが出てくることになったから、そのあんちゃんと上出くんでなんか金沢巡るっていう、なんかそういう感じに。いやまずあんちゃんって名前なんですか、そもそも。あ、ごめんなさい。何々アンさんとかですか？あ、そう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 。山岸アンさん。お兄ちゃんから。できるお兄ちゃんと一緒に行ったり行くようなもんだ。どっかの知らない兄ちゃんから。いや女の子となんかどっか行ったとことない？ここ行ったらよ。全くないっすね。いや、でもどうなんですか？井上さんあります？逆に。ないよね。ないですよね。使えないっぽ。いやまず、なんてお呼びしたらいいですか？なんでも。なんでも。アンなんですよ、名前。はい。じゃあ、アンさん。上出さんです。はい、お願いします。お願いします。アンさんって今、おいくつなんですか？今、20歳で、今月の26日で21になります。おめでとうございます。ありがとうございます。ここに住まれてるんですか？富山県出身です。砺波市っていうところで。チューリップ？え、そうですそうです、チューリップ有名で、はい、なんでまだ石川寄りなんで近いんですよ。砺波有名なものって何なんですか？やっぱりチューリップですよ。あ、チューリップですか。こんな撮影ってなかなかされないですか？
え、それはないですよ。周りの目とか気にならないですか？まだ人いないんで。ちょっと待ってくださいね。もう疲れました。はい、もうちょっと疲れちゃったんで休憩しません。今日暑いですもんね。まあまあまあ、もう冬でも暑いんですけど。無敵じゃないですか。夢とかもあったりしますか？夢です。お仕事とかの具体的な夢はまだなくて、自分に自信持てる 女の人になりたいです。自分の夢はやっぱ痩せること。叶いますよ。頑張るか。なんですけど135なんですよ。体重。いや、身長かと思いました。え、だから135の適正身長があるんですよ。が2m30 なんですよ。絶対でかいと思った。で、まあ、2m30 に伸ばすっていう今計画を立ててます。おお、牛乳とかですね。まあ、牛乳とか。手振られてます。かわいい。疲れすぎじゃん。帰ろう。帰ります。帰ろう。まだ1本も取れてない。3本取り無理や。帰ろう。頑張りましょう。よかったです。いい子でよかったね。前田利家の像とかは見たこともない。ないです。あれです、あれです、あれです。本当にあれです。米ですよね。え、米？え、米じゃないんですか？え、百万石ってこ、え、米やと思った。あ、そう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 。あ、そうそうそう。あ、ですよね。国高ってそうですよね。どう？頭金色、金色だな。カブトだから。え、分かってますよ、分かってますよ。ごめん、カミリ君疲れてるわ。どうぞ。やっぱり、疲れた。疲れました。もう無理さ。マジっすか？上出くん、なんか痩せるためになんかしたこととかあんの？トマトダイエット、キュウリ、キャベツとかいろいろやりました。なんか続かなかったの？1日でやめて。意志弱。せめて2日。あと酵素やりました。酵素ダイエット、酵素ジュース大量に飲んじゃいました。意味ない。運転は得意ですか？いや、私運転得意じゃないです。ぶつけたりしたことないですか？はないんです。それはないんですよ。無事故無違反です。もうすぐ免許更新。いくつで取ったんですか？6月。いつです、いつか。ファミレ君運転得意？はい、あ、苦手です。無事故に2違反です。まあ、結構やばいです。何違反したの？一旦停止無視です。2回。YouTube ってこういう感じで大丈夫なんですか？どうですか？ここまでのおもてなしってどうですか？いや、まだ分かんないです。まだ分かんない。おもてなしも第1弾として、はい、今からご紹介したいお店、こちらになります。こちらのお店で金箔ソフト食べましょう。私、金箔ソフト食べたことないです。え、じゃあめっちゃいいじゃないですか。めっちゃ楽しみです。はい、早く行きましょう。はい、おー、すごい。え、初めてのピンク。いただきます。はい、金色です。金色ですか？歯ついてます。ついてます？あ、ちょっと金歯。アメリカもいいよ、食べて。じゃあ、いただきます。うん、ま、マジでうまい。おいしい。やっぱりいいっすね、これ。初めて食べた。短いね、あの、機械に当たって。これが100万石です。これが？これが。髪が落ちたよ。え？うわ！
やばいやばいやばい。アイスも美味しい。アイスも美味しい。コーンも。全部美味しい。アメリカ女の子とアイス食べたの。いつぶり？生まれて初めて。初めて。はい、初めて。どう？悪くない。どう？誰が言ってんだよ。私の方が先に食べ終わった。え？正直なこと言っていいっす？ん？正直なこと言って、ああ、なんか今日初めましてじゃないですか。うん。めっちゃ優しくてよかったです、本当に。なんか本当に、ね、あれやったらどうしようと思ってたんですよ。あれやったらって、あの、まあそれは言えないですけど。どうでしたか、金箔アイス。初めて食べました。めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったですか。の、なんかもう光、はい、パーってなってて、すごい。ちなみになんですけど、今回のおもてなしの点数を、つけていただこうかなと。思います。はい。なんで？え、何点満点ですか？100点満点です。100点満点中でお願いします。はい。いや、マジで自信はあります。こういうプラン考えたの、神出くん初めて？いや、初めて初めてです。誰かのためにプラン考えるなんてなかなかしないですよ。生まれて初めてです。そうだね。今回のおもてなし、点数は何点でしょうか？はい。120点。これはマジで嬉しい、めっちゃ嬉しい。え、楽しかったよ、本当に。え、よかったっす。アイスで締めで、はい、あの初めて、あのどうぞ、うん、楽しかったです。もっとしたいです。ちなみに金箔アイスなかったら何点でした？まあ、そしたら30点ぐらいです。得弱い。これにて、花とバーボン、あ、違うわ、花とバーボンじゃないわ。これにて花よりバーボン、第1回目終わりましたね。よかったと思ってる方は、チャンネル登録、高評価をお願いします。お願いします。お願いします。では次また第2回に会いましょう。バイバイ。バイバイ。今回の動画はご覧の皆様のおかげで撮影することができました。ありがとうございました。バーボン言うてるまで間違えちゃダメじゃん。もう一番ダメ、本当にダメ。じゃあ飯も食おうか。今オッケーですか？オッケー。